柏木屋のジューツープリスト。はい、柏木屋です。はい、モカピンです。今回ですね、初の試み旅動画、こちらの方を見ていきたいと思います。はい、橋本慶也のジューツープリスト。この番組は株式会社ムンディレの金属工事、柔術一式、一徹、イサミ、ラスコンチュス以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。旅動画北海道2020秋を見ていただきます。見どころはどんなところでしょうか。はい、これはですね、9月の頭にですね、この番組スポンサーでもある株式会社イサミの磯社長と、この私橋本慶也がですね、北海道札幌にあるオーバーリミット BJJ、 そしてあと富良野の方に行ってきました。この旅動画を前編後編の2回分けて配信します。この前編見ていきたいと思います。はい、 VTR スタート。じゃあこれからね、はい、社長と2人旅、うん、北海道行きま す, そうす。だ北海道行って、オーバーリミット札幌の、村田くんのところ行って、村田選手のところ行って、うん、村田代表、村田代表、村田良三さん、オーバーリミット札幌代表で SJJJF の、会長ということで、会長で磯社長は、今度やる SJJJF の全日本選手権に向けてのミーティング、うん、俺はオーバーリミットで、特別クラスやって、うん、あと村田くんの、指導の様子など、あと道場紹介など、取材させていただく予定になってますので、はい、それをぜひぜひ皆さん見てください。じゃあマンゴーで乾杯しましょう。どっちだ、どっちですか。これかな、ランキング1位。じゃあこれ買っとくか。これとこれ2つぐらい買ってって、メープルマニア。これとなんか何がいいですかね。東京バナナ、東京バナナ、東京バナナもやっぱり買っていかないと。これも東京バナナお約束、うん、もう社長初 LCC 初か分かんないです。多分乗った方掘ってるのとするんだけどな。ジェットスター羽田もでありますよね。いや、ないあ、じゃあ俺初だ。そうだから使ったことないの。だからここまで来るのに、あの要は電車賃もかかるし来ないもん。で、ほら荷物預けるのもかかるし、そういうのを考えたらアナとか JAL 取ってもあんま変わらないんだよね。羽田ででしょ。羽田で、うん、だって荷物追加してるわけじゃん、20キロ、うん、そういうことですよ、うん、でトータルで考えればそっちの方がいいのかもしれないけど、 LCC イコール安いみたいなイメージでやってるけど、うん、やっぱ機材があったりなんだりかんだりだとちょっと割高ですよね。そうなの、うん、しょうがないけど。だって俺だってなんで羽田じゃないんだろうって思う、うん、小岩から近いから。いや違う羽田にしてるの。あ、な、は LCC なんだよ。だってね、第2ターミナル、第3ターミナルでしょ、うん、第2ターミナルに、うん、バス入れられないし、うん、だから第2ターミナルから歩かなきゃいけないんですよ。そうね、行き帰りそうなんですよ。そうそれだから結構面倒だから。そう面倒なんですよ。と思ったけど、なんか小岩から近いから成田にしてんのかなと思ったら、うん、違うんですよ。そういう理由があるんですよ。いやだから LCC 俺も嫌いだけどね、本当に。だったら違いやすせよかったじゃん。いやけどほら、だって成田より羽田の方が近いですもん、うん、けど経費節約だから。家から経費節約ですよ。30分でしょ、うん、ね、で羽田って今飛行場、あの駐車場安いですもん、うんうん、いやほんとそうですよ。ちょっとねやっぱほらその村田さんに経費を、うん、あ使わせるわけにもいかないので。あ、そういうことですね。そうなんですよ、気を使っちゃいました。来ましたね。北海道来ました。
やっぱ1時間だとすぐですね。もうちょっとは目つぶったらもう、うん、すぐついちゃいました。社長が切符買ってるから6分のやつ乗れなかったじゃん。あ、マジっすか。すいません。9階の事務所にあのご案内するように言われたんで、ね、そのままご案内しちゃいます。はい。うん、そうだね。おっす。来ました。じゃあ7時半からだね、クラスね。7時半入ります。はい。コーヒー飲みますか、準備で。あ、大丈夫です。大丈夫です。あ、そうです。へぇ。どうぞ。ここは？はい。靴は？はい。へぇ。靴箱あるんで。はい。クラスやりますよ。スペシャルクラス。スペシャルテクニッククラス。スペシャルテクニッククラス。さっき言われた通りのこと言うから。言われた通りのこと言う。いい感じのタイトルです。初心者向けの勝手に。うん、もう初心者向けのね。バッチリですか。バッチリですよね。うん。そう。楽しみですね。若いさん。あ、お願いします。中田さん、ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。よろしくお願いします。ありがとうございます。こいつご案内します。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は東京からですね、君屋さんとあと伊佐美とリバーサルの社長の社長も来てもらってます。伊佐さん、はい、伊佐さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ニュース術アカデミーの橋本健人と申します。いろいろと呪術のことをいろいろやってて、その中で、村田君とその ASJJJF の、運営とかもご提供させてもらってます。で今回ね、北海道来たということでクラスやらせてもらいますので、今日は、初心者向けのハーフガードのテクニックをいくつかやりたいと思いますので、はい、その方ぜひ学んでください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウォームアップ大丈夫ですね。はい、じゃあ適当にやりますね。適当にやって。ウォームアップ出して始めちゃいますね。はい、はい、はい。で、ハーフガードを取った時に何が一番大事かって、相手に脇を刺されないこと。で、顔を殺されないこと。こうなってしまうと下の人はかなり追い込まれた状態になるので、この状態は絶対にやらせないでください。そのためには何が必要かって言ったら、相手の手首、上腕、肩、ここの部分をブロックするね。で、極論言っちゃえば、ここを袖を持ってしまう。ここを袖を持って、ここでコントロールすれば、もう物理的に俺の頭を取ることができないですね。ここでブロックできるんです。で、この状態。で、あとはこの膝を今ここで相手の胸の前に押しとけば、相手が来てもブロックできるね。これはニーシールドになるけども。で、この状態。この相手のハーフガードになった時に、相手が来るね。相手がプレッシャーかけてくる。で、この前腕、肩、で、ここの相手の肘でもいいです。あと、手、ここの部分をブロックして、あとこの足で補助。で、この足をここにやってしまうと、エビができなくなるんです。だから、この状態になっておけば、自分がエビをできる、相手がどんどん近づいていく、ここにどんどん離れていって、ブロックすることができるので、これでハーフガードキープできる。で、この状態からのアタックをいろいろやっていきます。この、まずは、最初にやらないといけないのは、絶対自分の後、袖を持たれないで。袖を持たれると引かれてしまうので、まずその袖を持たせないというのがまず大事です。で、この袖がここにあるから相手が取るね。だから最初はこの状態でもいいと思います。で、この膝で相手をブロックしてくれば、で、この手がなくても相手を止めることができます。あとはフレームを作ります。で、この状態からこの足を外したときには、これでフレームを作って、ブロックする。この前腕と、この前腕とこっちの前腕で、相手をブロックして、このフレームを作る。で、この足を使って、エビをしながらスペースを作って、この足を入れる。
インシールドを入れて、この部分をまずは意識してやってください。この袖を取られないということと、相手が脇を刺されないように、相手が脇をすくって俺の頭を殺してしまう。こうなってくると、もうこっからリカバリーするのはかなり大変になってくるので、このポジションをまず最初に覚えてください。相手を肩、前腕、ブロックしながら、この膝を使って相手をキープしてください。で、上の人はある程度プレッシャーをかけてください。で、そこに対して下の人は離れていったりブロックしたりして、このポジションをキープするのをまず最初にやってみましょう。あ、先生、ご質問いいですか。はい、ここブロックするじゃないですか。はい、ってことは、おのずとここコントロールされる。そう、したらこうなったらもうこれで外して、で、あとはで、ここでまあ全部そうなんだけど、ここで今自分の頭を持って自分の背中を背筋を使うね。相手はこの手を持ってるってことは、相手は腕一本の力ね、はい、でそこに対して手の力対手の力になると、これで取れない。で、頭を使って背中を使う、ちょっと切れますから。この持たれた時には自分の頭まず近づいていって、背中の力を使って離れる。これをちょっと意識してやってみてください。はい、ワン、ツー。で、この状態でさっき、これが一番ダメな状態なんだけど、これが非常に辛いね。こうやられちゃダメってさっき言ったんだけど、こうやられてしまったら何をやるかって言ったら、まずはここの腕で相手の肩で相手の頭を上げて、ここに手を入れるの、一本で一本入れて、またここで腰をずらしていく。で、ここで手を入れて、またここでずらして、ずらして、ずらして、で、ここでブロックしていく。で、ここになった時に、今ここでかなりしんどいね。こうなった時に、まず自分が使えるのはこの手を使えるね。で、あと腰を押してもいいし、で、これでできるんだったらこれで戻していけばいい。相手がハグしてくるってことは、相手が密着してくるので腰が上がってるはずなので、踏ん張ることできない。これで相手が押してくる。で、そこに対してこの手を使って相手の足を上げていけば、で、これそれを戻すことができるので、まずこれが一つで、今やったように二つ、この肩で相手の顎のライン、腰をずらして、まず手をねじ込むね。ねじ込んでしまえばさっきと同じ。ここまでいったらもうかなり自分のこの前腕が使えるようになる。使っていって腰をずらして、この隙間できるね。隙間入れて足を入れる。で、ここの状態になったら、まずここで隙間ができるから、ここに加速して押してしまえば、ハーフガードをリカバリーできますね。押さえられた時には、相手の肩、相手の肩、相手の自分の肩を使って、まずこの手を、まずここの手を上げて手を入れるね。それか逆にこっちの指を入れて押して、こっちを先に入れてもいい、ね、こっちを先に入れてもいい、ね、そしたらここに入れたらここで入れられる、ね、で、とにかくこのフレームを作ってから腰を使って膝を入れていく。このリカバリー、これも大事なので、押さえ込まれたら今の形で戻せるように、これも何とかやってみてください。ワン、ツー。じゃあ、ハーフガードやらないです。本当？有岡が、あの、ガードが半分だから、フルガードみたいな。ああ、オールドスクールだね。はいはい、このハーフガードになった時に、相手をまずコントロールするのが大事ね。肩、前腕と、この相手の手首、ね、この膝、で、この形、ね、この形非常に大事ね。で、一番簡単なシーンでありますね。この時に相手を蹴るね。蹴って相手に密着する。で、この状態。で、この状態からこうすると相手は押し返してくるね。で、したらここで入って。これ一番簡単ね。これが基本です。相手のハーフガード、まず相手に対して密着するね。そうすると相手を押し返してくるので。その時に相手の股下に手を入れて、相手の力を利用してスイープしますね。で、これを一番最初からこの足を取りに立って、相手がこういうふうに顔とか殺して、ブロックされてしまうので、ちゃんとこの状態になった時にキックしてください。キックして、一
対相手に密着する状態ね。で自分の頭で相手を押すと、その反動で足とか押してくるから、その時にここでその反動を利用して、今ここまで行ったらこの足を使ってここに返して、この形ね。でここで相手の腰の部分に膝を入れるね。で足を抜けばスイープしてパスまで行くね。まずスイープして日本に取ってください。それから相手をと、止めてから足を抜けばパスガードの3ポイント分かりますから、ね、で相手がこれ蹴ったりするのよ。でそれがしんどいようだったら、もう帯とか持ってもいいし、ね、いろんなパターンあります、ね、で ここのこでこれでまあ普通に返してもいいけど、こうなった時にまず下から足をかける、下から足をかける、足を入れ替えて相手の膝を、で相手の腰が浮くので、でこの手を入れ替えて腰をスイッチしてパスガードですね。この一連の流れやってみてください。ワン、ツー。難しい。ちょっと苦笑いになってくる。大丈夫だよ。大丈夫だよ。楽しいよ。マジ？マジ？相手を蹴って起き上がって、まず顔の底を足、そうすると上の人が押し返してくるわけ。そうすると、そうそう。そうそう。相手が乗ってくるので、この力を利用して返す。で、顎を相手の、そう、ここに入れて、腰をここに入れて、腰を、そうそうそう、うまい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 、できてます、できてます。相手の力を利用しましょう。いいですよ。はい、左手を、わからない人言ってください。先生、左手を、腰です、腰です。もう、この相手のこことここずっと持ってください。顔つけるのに顎ね、顎ね、まっすぐ向いてる。そう、顎をそこにつけて、そうで足を抜いて、そうそうそう、足を抜いて、そう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 、でそう、うまい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 、ナイス、ナイス。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さん、素敵なクラスをありがとうございます。ありがとうございました。ヤッケンさん、最後締めていただいて、はい、お願いします。はい、じゃあちょっとね、今日駆け足でやって、ちょっと一つの技に対してあんまり時間かけられなかったんだけど、まあ今やった技っていうのは、さっきも言ったんだけど、結果が大事ね。いや、過程として俺のやり方を教えたんだけど、自分のやり方はこっちの方がやりやすいよとか、こういうちょっとここグズグズになっちゃったけど、結果的にひっくり返せた、結果的に、バックを取れたとか。その結果が大事なので、その過程よりも結果を重視して、何のためにこの技を仕掛けているのか、ね、上を取るため、この技を、何を仕掛けているのか、バックを取るため、でそこのところに到達するための手順なので、そこはもう省けるのは省いちゃっていいし、もっと手間をかけていって、どんどん罠をかけていって、そこからやってもいいし、それはもう全部自分たちで技を構築していってください。これは俺がいや、俺のやり方でしかないので、もちろん村田君のやり方もあるだろうし、広田君のやり方もあるだろうし、正山君のやり方もあると思うので、みんながみんな一人一人の技を自分たちで作っていくっていうのも、その一つの楽しみだと思うので、まあ、その自由と自由です。もう全部自分で、俺はこれでやりたい、こうするんだ、それはそれでいいので、まあ自由な発想で続けていってくれればいいと思います。ぜひぜひ頑張ってください。また村田君がね、北海道に大会やるときには来ると思いますので、その時にまた今回続きできればと思います。はい、よろしくお願いします。はい、以上です。じゃあ締めていきます。正座して国葬やめ、お互いで明日よろしくお願いします。おっす、ありがとうございました。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 じゃあ、帰りますよ。じゃあ、皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。スマイル。じゃあ、頼む。はい。じゃあ、それでいったら、行きます。ありがとうございました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 。どうですか。おっす、ありがとうございました。おっす、おっす、バッチリ、まあ、バッチリインコフ働いた、働いた、ありがとうございます。今日までに教えてください。
札幌1日目終わりました。お疲れ様でした。今日は、午後に、ね、成田空港集合して、うん、ジェットスターで、うん、LCC でチンタラ来て、うん、で札幌着いてそのまんま大張りミットの直行、うん、でちょこっと俺クラスやって、うん、でジンギスカン食べて、うん、帰ってきました。やっとホテル今帰ってきました。どうでしたか初日。何時でしたっけ？ 11 時。いやもう12時でしょ。あもう12時になっちゃった。もういやもう明日のなんと朝8時半集合早い。富良野に行くと。富良野にスープカレーを食べに行くと。俺じゃないよ。アテンドしてくれるってことですね。そうそうそう。あとなんかメロンのドライフルーツがあると、うん、なんかいろいろとなんかあるみたいなので、でその富良野の景色のいいところで村田くんの特写をやると。ああ明日で。そうです。俺テレビ塔の前でいいんじゃないかと思ってたんだけど、まさかの富良野北の国からキャプテン翼フラノ FC。 そう、うん、誠意って何ですかってそこでカボチャを持って言うっていうのが明日のミッションであると、うん、いうことなので、まあ今日もちょっと明日も早いっていうことならさっさと寝たいと思いますので、はい、明日は明日でまた盛りだくさんみたいなので、はい、頑張りたいと思います。ありがとうございました。充実で充実はい、見てきましたこの旅動画北海道編、うん、どうでしたか竹下さん。はい、すごい面白かったです。木屋さんが教えてるところを初めて見てるわけが。そうです、特別クラス、はい、もうちょびっとだけね基本的にはあんまり俺が指導してるところがあんま出さないんですけども、はい、今回はねもう村田会長にどうしてもということでやらせていただきました、うん、はい、まあぼちぼち好評だったので、うん、はいはい。しかもなんか人数もすごい20人以上ですか。いやそうなんですが、村田会長の大張りで札幌、はい、すすきののね一等地にあるところなので、で、はい、ね外観にね看板でっかいの出して、だからすごいね会員さんが多いんですよ。で白帯が多いんで、ということはやっぱ新規の方、はい、初心者が多いっていうのはすごいいいことだなと思いました、うん、はい。そう、男子も女子もいっぱいいらっしゃって、女性が多かったんですよ、はい。基本的にそうですね、男子っていうイメージが多かったんですけど、ここのね道場本当に女性が多くて、であとまあヨガもやってるっていうのもあるんですけども、非常にね盛り上がってました、うん、非常にね良かったと思います。すごいすごいいいなって思いました。はい、そんな感じで、前編見ていただきました。次週はですね、はい、パート2を見ていきたいと思います。はい、それでは CM です。呪術プリストセレクション、今回紹介する商品はこちら、ルーカのファイトショーツです。こちら、ね、かなり軽い素材でできてまして、デザインはですね、結構シンプルで、ウエストにルーカのロゴとサイドにロゴで、左の前足にこちらですね、プリントが入っております。後ろはこう何も入ってないシンプルなデザインですね。で、ウエストは紐で結べるタイプで、まずこのウエストのところに取ってみたくついているので、かなり、着替えしやすい感じになってます。でマジックテープが全体についているタイプじゃなくて部分的についているので、結構ビリビリってなりづらいかと思いますね。結構毛羽立ってきちゃうことが多いと思うんですけど、そういうことがないと思います。サイズは S サイズから XL サイズからあります、お値段が税込みで17,800円です。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、今日は旅動画北海道ツアー2020秋を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、このね前編ということでね、札幌まで見ていただきました。次回はですね、富良野に行ったところも見ていきたいと思いますので、そちらの方もお楽しみしてください。はい、柴崎アンのジューズプリスト。この番組は株式会社ムンディレの金属工事ジューズ一式一徹イサミラスコンチョス以上各所の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、柴崎アンのジューズプリスト、また来週お目にかかれたと思います。さよなら、さよなら。